昨日の夕暮れ時、観客が次々と日の絵又の舞台へ向かっていきます。すっかり日が暮れた午後7時。舞台を清める三番叟で始まった昨日の日の絵又歌舞伎。謀反を起こした明智光秀とその家族が崩壊する姿を描いた悲劇の物語、絵本太閤記尼崎の段を演じます。日の絵又歌舞伎は新型コロナの感染拡大を受けて観客を村内の宿泊客に限定するなど制限してきました。しかし連休前まで感染が落ち着いていたことから、昨日は3年ぶりに一般の観客を入れての公演で、およそ300人が訪れました。観客にとっても、演じる役者にとっても、待ちに待った公演でした。去年も来ようと思ったんですけど、去年中止になったんで、今年のあれを本当楽しみにしてました。美しかったっていうかね、綺麗でしたね。我々この役者さんはね、本当お客さんがいて初めて張り合いがあって頑張れるんで。